はい、どうも、カクダスです。ご視聴ありがとうございます。本日10月の、20日ですね。水曜日となりました。お知らせ更新が、来ているようですので、見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、まずはメンテナンスですね。はい、こちらは通常メンテナンスっぽいですね。金曜日22日の、14時から16時ということです。はい。続きまして、ドリームチャンピオンシップ2021決勝トーナメントの切符をつかめということで、最終地域予選大会が、ありますと。はい。こちらは、日本は11月20日ですね。はい。15時から20時59分と。はい。23日土曜日から順次開始されるんですね。で、これがヨーロッパ、アフリカブロック、アジア、オセアニアブロック、アメリカブロック、東アジアブロック、で、最後に日本ブロックということです。はい、出場ね、される方、頑張っていただきたいと思います。はい、まあ、公式のところまではね、ちょっと長くなっちゃうと思いますんで、一旦飛ばします。はい、続きまして、ネクストドリームの、新シナリオが追加されます。楽しみです。葵くんとヒューガくんがここではね、書かれてますね。22日金曜日16時からとのことです。どうだ、このタイミングでガチャもね、あるんでしょう。やはり、はい。お、これは、ちょっと、楽しみですね。はい、欧州クラブ所属の日野龍馬、ファンディアスということで、まあ、これは原作でね、ディアスくんがナポリに移籍するというところまで書かれてましたんで、はい、ナポリですね。で、ボバングくんが、移籍をしてるんでしょうか。赤いユニフォームです。はい。詳細出てるのかな。詳細出てないですね。はい。一応これ、金曜日22日の、16時から29日金曜日13時59分までとのことです。で、まあ、ステップアップガチャになってますんで、ステップ3で1枠 SSR 選手確定、ステップ5で新選手確定と。はい。どういうあれなんですかね。楽しみですね。で、ボバング。この赤いユニフォームどこなんでしょうか。ちょっとこれだけだと襟元が緑。どこだ。ちょっとわかんないっすね。またなんかちょっと調べてみたいと思いますけども。はい。おそらくこれはね、ダルベーズではないのでね、移籍をしてるんだと思います。はい。続きまして、ハロウィンもやってきますよと。はい。ハロウィン。に関しては、1日3回限定の、ハロウィンデイリーシナリオで、ハロウィンメダル2が手に入りますと。はい。で、これも金曜日からですね。11月5日、金曜日23時59分までということで、アルベルトのタックル、エスパダスのパスカットですね、これね。で、日野くんもパスカットなのかな？はい。で、あとスウェーデンの、最近名前がパッと出てこないです。はい、ワン、ツーと、トランダの、ディフェンダーですね。名前、これもちょっと、パッと出てきませんが、これもワン、ツーっぽい。なんだろう、白夜の4騎士と、なんかオランダのね、トータルフットボールとか、その辺ですかね。はい、まあ、こういったところが手に入るということです。はい。続きまして、ハロウィンログインボーナスです。こちらも22日金曜日16時から11月7日日曜日15時59分までで、はい、限定ユニフォームなどがもらえますよということです。はい。続きまして、ハロウィンの、イベントミッションです。こちらも、22日の金曜日16時から、11月3日水曜日15時59分までということで、夢玉とか、技剥がしとかもありそうですかね。はい。こういったところがもらえるようです。はい。続きまして、ドリームチャンピオンシップ2021予選上位者への挑戦というところです。はい。井出くんがね、映ってますんで、まあ、だいぶ井出くんを最近ちょっとずつね、配り始めてる印象ですね。はい。こちらも22日の金曜日16時から、11月5日金曜日13時59分までということです。はい。あとはワーチャレですね。金曜日からワーチャレが始まります。これも井出くんがね、手に入るということで。はい。今回もね、ログインボーナスで井出くんが、手に入ったりしてますので、少しずつ、以前の、
まあ、ブラボまではいかないと思いますけども、はい。手に入りやすくなったんじゃないでしょうか。1週間ですね、あります。はい。続きまして、そんなところですね。はい。プライヤーも来てるやつなんで、はい。ここですね、まあ、ヒューガくんと葵くんのストーリーが描かれるんですかね。まあ、レンタル先の、あれですね、ほんと出てこなくなってきたな。はい。ヒューガくんはおそらくイベントですね、ピエモンテの方に、これはレンタルが開けて戻ってくるということでしょうね。レッチーナか。はい。で、葵くんがもともといたね、インテルの方にまた戻ってくるということなんでしょうね。で、そこで、まあ、もしかしたら石崎くんとね、なんか一緒に登場するシーンなんかがあるのかなと。はい、ね、まあ、ディアスくんと日野くんっていうところのね、コンビもちょっと気になりますね。またなんか新しいコンビ技とかが出るのかとか。はい。で、まあ、最近ね、ライジングサンの、フォワードの選手とかが非常に多かったんで、まあ、例えば三浦相手にはね、またこの日野くんとかディアスくんが、クラブ選手ということで、ね、キラーが乗らずにね、活躍できるところがあるんじゃないかなとかね。はい。で、ボバングくんが、これはどこなのかとか。はい。どこなんですかね。イタリアではない気がしますね。まあ、欧州クラブなので、ドイツなのか、まあ、イングランドなのか、ね、まあ、オランダとかだと少し、あれなのかな、マイナーになっちゃうんですかね。うん。なんか、ね、ポルトガルとかね、ああいうところなのかとか、ちょっと気になりますけども、まあ、ここはね、ストーリーを、待ちたいと思いますね。はい。で、その他特には来てないですかね。ここは、まあ、お知らせとかですかね。はい。で、ここはもうすでにね、終わっているところなので、まあ、特設サイトちょっと、はい。また後々にしたいと思います。はい。まあ、ショップも特には、更新はないので、はい。ね、この辺が、プライフォートがね、はい。ガチャ引いてる方は、ここでね、手に入るというところですけども、はい。ちょっとハーフステップで個人的にはやめておきました。はい。あとね、Jリーグメダル、ここも、はい。個人的には、ミックジーをたまに引くくらいにしてますんで、今回一体も手に入れておりません。はい。で、浦部くんも、一旦ハーフまでやったんですけども、全く古いものしかね、出てきてませんでしたので、諦めております。で、こっちですね、投資メダル、金曜日の、14時までですかね、メダル集め終わっちゃうと思いますけども、皆さんどうですかね、個人的には、この辺がまだ手に入れてないのはありますけども、まあ一応一通り、もらえるところはね、バーンともらっておきましたというところですね、榊くんも無事に手に入れております。はい。うん、そんなところですね。はい、ということで、まあ、今回、まあ、一番ね、やっぱ金曜日がね、ちょっとこの辺楽しみではありますけども、はい、まあ、ハロウィンも始まりますということで、はい、カップ戦はね、今回なさそうなので、ちょっと安心しております。はい、ちょっと金曜日はね、楽しみに待ちたいと思います。本日以上で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。